田中碧は海外の選手で例えたらグレンキー・デヨングに近いんですかね。ただ田中碧の方が最近あれだけどミドルシュートとか決めるイメージあるから、フレンキー・デヨングっていろいろ得意なこと増えてるんで、フレンキー・デヨングがミドルシュート覚えて、田中碧がもっとボール捉えなくなったらフレンキー・デヨングかなっていうふうに思いますね。そうだからね、日本のダブルボランチってね、フレンキー・デヨングとカゼミロのコンビなんですよね。遠藤ね、あれ。で、森田がファビーニョみたいな。そう。で、柴崎が、誰だろう、セバージョスかなっていうとね、おーっていうね、セバージョス知ってる人からすると、他のその3人と並べると、おーってなるんですけど、誰だろうなと。柴崎に関しては、キック精度自体は良くて飛び出して得点力発揮できるけど、ボールをどこで受けるか、どこで受けちゃいけないか、どこで縦パス入れるか入れないかみたいな、そういう総合的な判断力みたいなところだと、ちょっと落ちるから。誰だろうね、柴崎。セバージョスはキック精度っていうより、ね、ボールのキープ力だから、キック精度はいいけど、みたいな。誰だろう、セバージョスよりももっとバシンとこの人って言えるような人いそうだけどね。うん、リキプチ、いや、リキプチもっとちょこちょこしてるでしょ。あのね、コバチッチ、田中をコバチッチ側なんだけど、ただコバチッチほどこうフィジカルっていうか、ああいうゴツゴツした感じじゃないから。誰だろうな。ボランチで、誰っぽいな、みたいな。悪い選手じゃないんだけど、みたいな。あー、ピアニッチじゃちょっと、あ、セスク、うん、わかるわかる。そう。確かにセスクそうかもね。セスクも最近の選手って感じじゃないもんな。もっと最近の選手です。まあ、ピアニッチが近いかな。強度もそんな高くないし。やっぱブスケツとね、ピアニッチの差で言うとね、パスの付けどころとかね、体の向きで騙すとか、そういうね、やっぱ総合値で言うとみたいなところだもんね。もっと いそうな気もするけどな。一部界隈に評価高いけども、深掘りしてったらみたいなね、おやおやって感じよね。ベレトゥはそこまで見てないから分かんない。あー、パリのあいつ、パレデスね。確かにパレデスっぽいな。パレデスが一番今しっかり、でもパレデスはあれなんだよな、飛び出してって得点するみたいなタイプでもないんだよね。実は飛び出してって得点するの得意みたいな。だからその辺がセスクっぽいなと思って。セスクだね、うん。そう。デパイはいいっすね。個人で剥がせるし、人に使われる側もできるし。あとは90分通しての守備とか、そういう相手のレベルが高くなった時にどうかっていうところですね。多分大丈夫だと思うけどね。森保さんはサウスゲートかスールシャールかなって感じしますけどね。でもなんか政治力とか、でもどっちもそういうタイプなんだよな。誰だろうね、森保さんに関しては海外の監督だと。なんかね、うん、でもあれだね、やっぱり選手のクオリティによってめちゃくちゃ変わって、その選手の、頭使える選手が多くなってきて、サッカー自体のクオリティ上がって、なんとかでごまかせるようになったみたいなところもスールシャールっぽいよね。うん、スールシャールかな、やっぱ一番近いのは。スールシャールの方があれですけどね、まだシティとかへの対策とか、ちゃんと守備に関して、相手の嫌がることをやったなみたいな試合もうちょっとありますけどね。